海洋級防護巡洋艦とは、新国の北洋艦隊が第一次世界大戦前に収益させた防護巡洋艦の艦級で3隻が収益した。本級は、新国海軍が日本海軍に対抗して、ドイツフル艦造船所に3隻発注した艦級である。1隻あたりの価格は16万3000丸く。日清戦争で失われた、庭園級と同じ造船所に発注された。 本型の船体形状は還元の高い平、甲板型船体で、艦首水面下に、昇格のつく艦首から、艦首甲板上に、クルップ1866年型15センチメートル速射砲、お棒立てのついた単装砲がで並列に、片源1基ずつの計2基、下部に司令塔を組み込んだ船橋を持つ操舵環境の背後には、頂上部に見張り所を設けた。 ミリタリーマストが立ち、見張り所には、落ちきす 3.7cm 炭素気砲が、炭素砲がで、前後のミリタリーマストに3機ずつの、計6機が配置されていた。船体中央部に等間隔に並んだ2本煙突が、立つ。煙突の周囲はキセル型の通風塔が立ち並ぶ、関西艇置き場となっていた。原則甲板上に等間隔に、複方の1 0 5トル速射砲が棒立ての、 ついた、単素砲がで片弦四機ずつ、計8機が配置されていた。関西艇置き場の後部には基部に、クレーンの付く後部ミリタリーマストが立ち、その後ろの後部乾板上に三番手法が後ろ向きに一機が配置された。船体の主乾板は、平面部は七十ミリメートル装甲が張られ、減速装甲の代わりに、石炭庫を設けることで、敵弾や浸水を石炭で食い止める防御様式と、 なっていた手法は、ドイツのクルップ社の開発の1866年型1 5センチメートル速射砲を採用した。その性能は、重量 45.3kg の砲弾を最大行革20度で1 3 7 0 0メートルまで届かせられる性能であった。砲画の不行能力は、行革20度、深く7度である。旋回角度は、 左右150度の旋回角度を持つ、主砲神の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は補助に人力を必要とした。発射速度は1分間に4から5発であった。海の35.6センチメートルにお発射管。複砲は同じくクルップ社の開発の1884年型10.5センチメートル速射砲を採用した。 その性能は1 7 4キログラムの砲弾を最大行角30度で12,200メートルまで届かせられた。不行能力は行角30度、深く10度である。旋回角度は360度の旋回角度を持つが、実際は上部構造物により社会に制限を受けた。砲賀の不行、旋回、砲弾の溶弾、装填は主に人力を必要とした。 発射速度は1分間に15発であった。他に、耐水雷艇迎撃用に、落ちきす4 7トル速射砲を、単装砲がで6機搭載した。他に、対艦攻撃用に3 5 6トル魚雷発射管を単装で艦首に1機と原則に、片減1機ずつの、計算機を搭載した。1930年に全艦が、対空火器としてビッカース4トル 炭素ポンポン砲一基とマキシム機重6丁を搭載した。ドイツフルカン造船所にて1897年9月15日寄港。1897年12月21日浸水。1898年2月12日浸八1899年に収益。1937年8月11日に南京にて閉塞船として自沈処分。 ドイツフルカン造船所にて1897年寄港。1897年12月12日浸水。1898年12月12日浸港。1899年に収益。1937年8月11日に南京にて閉塞船として自陳処分。ドイツフルカン造船所にて1897年寄港。 1898年浸水。1898年12月12日、春行。1899年に収益。1937年8月11日に南京にて閉塞船として自陳処分。海洋について記したページ。春工当時の写真とイラストがある。ありがとうございます。